景がこれ全部は遠くに国崎半島が見えます。こちらにですね、すぐ近くにテラスがありまして水盤が走っております。まあ、ここに、時折ですね雲が映ったりというような、まあ、風景を取り込んでいく、光が取り込んでいくような空間です。この場所に、この1階のこのロビー空間に3名のアーティストに作品を作っていただきました。まずそのお二人から紹介させていただきます。我々とはですね2018年に大分県日田市で、プロジェクトをご一緒させていただいて以来、様々にお付き合いさせていただいております。アーティストの大巻慎二さんです。大巻さんには今回、誕生、生まれてくるものとマルシコ陰と陽のような光と、そしてそれを受ける、まあ、反射を受けるもの、まあ、そういうようなことをですねお話しながら、どういう作品がいいかということを考えてきました。作品2つございますので、大巻さんからそちら紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、大巻です。よろしくお願いします。ですね、私はその2018年に大分県 の、 国民文化祭の時に先ほどご紹介いただいたんですけど、その土地の中でその2つの会場を用いて個展をさせていただきました。で、大分県自体は、まあ、そのことがきっかけで来るようになったんですけど、別府にはそのまだ全然来たことはありませんでした。で、まあ、大分が持っているそのポテンシャルというか、その時リサーチした中でその自然、ただの自然ではなくてすごく 大きなその地霊からこう湧いてくるような、地から湧いてくるような大きな力みたいなものをその日田でも感じて、その大地と、まあ、空と大地と水みたいな、そういった大きなものの、関係をどうやって、知ることができるか、そこからどうやって記憶をたどることができるかみたいなことを、まあ、大分県の国民文化祭を始めて、考えて、いました。でそれからこのお話をいただいて、で一回別府に来てくださいと言われて、別府ってどういうとこだろうと、で別府自体知りません。そしたら2日間いただいて、温泉各地いろんな土地のところ、変わった、岩場だとか、変わったその岩湧いてる場所だとか、それこそ先ほど言った坊主地獄ないし海地獄、赤い系地の地獄とか、あらゆるところを見せてもらった時に、やはりここはその大地の力というか、そういう地の記憶みたいなものをどうにか再生することができないかで、そしてその土地が扇状地であるその土地の中で人間がどのようにこう発展してきたかっていうところも、いろいろなさまざまな歴史の的なその写真とかを通して学ばせてもらいました。で、まあ、大分県自体がその、まあ、こう時間を経つ人間で建築物が結構面白い建築物がいっぱいあって、でそういった建築物がこの国家の観察といろんなところに点在して見えるっていう、そういう場所でもあるんじゃないかなと。で、その歴史自体を持っているものがどん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 こう開発によって、もしくは先ほども出てきましたけど、98年に、いろいろ経済的な問題で こちら側も別府の方も産業的にというか、こういう温泉街がどんどん廃れていってしまった時代があると。でそれをなんとかっていう社長さんのお話がありましたけど、それこそバブル崩壊をいろんな世界で全国全国でそういった町町が失っていったりとかしている、そういった一つにそういった建築も含まれて、そういった風景自体をどのようにして、この作品、このミノーバルの風景の中に取り込んでいけるかということを少し考えさせていただくことになりました。でそれでまずはここの場所に泊まらせていただいたときに見た第一印象が、この風景から見えるその、まあ、朝昼晩の風景ってすごく素晴らしくて、先ほど本当にお話にもあったんですけど、まあ、それこそ向こう側につながっている誰かわからないようなことを更新したいなと。で更新するには、まあ、煙を立てるわけがなかなか、いろんな煙がいっぱいあるので光で更新したら面白いです。で、ここから始まった場所として、何かこう、まあ、揺らぎみたいな、宇宙空間が誕生するときに真空の揺らぎが起こって、そこから光を放って宇宙が誕生していくっていう話を、ちょっと記憶の中で思い出して、この場所が物の始まりというか、
になるんじゃないかというところを考え、何としてしたいかなみたいなものを考えられる。で、そういう時に、何かいい、その光が溜まってないかな、考えた時に、湯玉、お湯の玉、湯玉っていうものを少し装置しました。それは、松山の方の温泉にもある湯玉のいろんなそういう河原だとか、こういう湯の底と呼ばれているところに、なんとなく語り継がれているようなお湯の精神というか、魂とか、地のエネルギーの塊というか、そういったシンボリックなものをここに、一つ据えられたかなというふうに発想が展開してきました。でそれで、このただの光る玉だけではなくて、そういった先ほどもお話しした、今後消えてきてしまうかもしれないし、今まで待ってあった、人々の、生活の中にある踊りだとか文化、さまざまなそういった行動、それさまざまな人とかいったものをこの中に閉じ込めていって、一つの記憶の玉の湯玉を作り上げたら面白いんじゃないかと思い、ここの空間にまず作ることを決めました。で、建築家の方からのプレゼンテーションを受けたときにすごく気になったのは、断崖絶壁のその断層のような場所をイメージしましたということをお聞きして、やっぱり私、彫刻家を出ていることもあり、その物質っていうものがその何に見えるのか、何に例えられるのかっていうことをすごく考えた上で、ちょうどここの高速道路に向かって、その、道を通ってきて、ここの斜面というか、この断面、断崖絶壁のっていうか、この辺に断層がこう、たくさん連なってるんですね。その意味で建築の方でも、こういった断層の面として、こう、立ち上がられてきてるんじゃないかと。そういった、断層をこう立ち上がるために、そういった記憶の陰影を、この中に、原始的なというか、ナスコ洞窟の壁画のように、時間によってはこう立ち上がれるような、そういう、現地の人々の記憶とか、歴史的な建造物だとか、人々の営み自体が、この洞窟というか、この洞窟の中に、この町家の中に刻まれているような地層を作り上げたら面白いんじゃないかなというふうに発想して、ここに湯玉の彫刻を置く。で、もう一つは、この湯玉をこう、積み重ねていって、これからもこう、伸びているような光の存在だとしたら、もう一つ、月のように反射をして、もう一つこう支えるものがあってもいいんじゃないかと。で、こちらがこう何かしらポジティブにこういろいろなものをこう広げていくものであれば、こちらはある種ネガティブなものをモチーフにしながら、そういった自分たちの中に消えかかろうとしていた、そういった存在自体をもう一回見つめようという可能性を、そうです。提案できないかというふうで考えたのが、この光が燃えれば燃えるほどこちらの、花々も少し燃えてくる、浮き上がってくるっていうのは、こちらの花々の絵っていうのは、大分県別府あたりの、絶滅危惧種ないし絶滅種を元に描いてきた月になっています。で、その月というものは、人間の開発とかそういうことを進めていく中で、そういう開発によって消えていく絶滅危惧種、ないし絶滅種は多いんですね。で、その絶滅種、絶滅危惧種がこう、私たちがその生活を豊かにしながら開発をしていくことによって、このもう一つの存在がさらに浮き上がってしまうという、その関係をもう一つ戒めとして、この自分たちがこう陰と陽二つの世界を共存しながら新しい世界に向かっていけるような対になるような、そういったあの世界を求めて、この空間自体を対にしていく、月と太陽という関係を作っていく空間にできれば、別府自体が持っていたその衰退した時期、自分たちが何かしらこう発展した時期に対して衰退した時期っていう、その2つの関係自体をも、こうイメージさせるような、それをこう自分たちの何て言うのか、その生命として、もしくはそのエネルギーとして、私たちの未来に対して その希望として、この空間自体が際立っていく空間になっていくということを考えて、少しこの空間を提案していただくわけです。以上です。ありがとうございました。
はい、大巻さんのこちら、先ほど湯田巻説明がありましたが、この作品は上を見ていくと少し分かるんですけども、光が実は明滅していたりとか、光る強さが変わっていったり、強さの位置が変わっていったりということをしていきます。で、大体お客様がチェックインして、夕方この場所に滞在する時間帯などを想定しながらですね、そのプログラムを作っていくんですけども、ずっと毎日ごとにいろんなプログラムを入れながら少し空間を変えていこうとしています。なので壁とか天井にこの文様が映り込んでいくというようなことがあったりね、します。で、よくよく見るとここからだと、ベックフロントっていうか踊りを踊っている人の姿が見えたり、こちらは駅前の油屋小林さんっていう小林さんの像が描かれていたりですね、実は別府のいろんなモチーフがこの中で入っているので、そちらを見ても楽しいと思います。大巻さん、ありがとうございました。コーヒーホール、2人目の作品紹介させていただきます。先ほどもお話ししましたけれども、別府に6週間ですね、滞在し、100棟を巡って、そのお風呂で、撮影をしながら、この別府の風景のある種の、地図というか、長官図というか、そういう、僕らにとってはこれ別府の民族史だろうと思っているんですけども、大変素晴らしい作品を作っていただいた西野宗平さんです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご紹介いただきました、あの西野と申します。この作品は、別府の、写真です。別府を、俯瞰で、撮ったものになるんですけども、よく、近づいて見ていただけると分かると思うんですけども、約100棟の温泉、それ以外にも風景写真とかもあるんですけども、そういう、いろんな、パースペクティブが重なって、構築された地図になります。実際に別府、にいらっしゃ、ね、住んでいる方はこの地図、この作品を見て、ここがどこかとか、エリアの感覚とかね、分かるかなと思うんですけども、僕はやろうとしているのは、そのいわゆる地図を作る、ただこう地図、Google マップのような正確な地図を作るわけではなく、自分がこう、移動したり、歩いたり、いろんな、手段で、身体的に、移動、身体的な行為を持って世界を作っていく、マッピング、地図化していく、世界を身体的に地図化していくというようなコンセプトを持って、こういう作品を、作っています。で、実際初めてというか、このプロジェクトのために別府に来た時に、別府のスタッフの方がですね、そのまま鶴寿泉っていう、すぐ近くにある温泉に連れて行っていただいて、なんていうかな、初対面の人をと一緒に、なんていうか、裸の付き合いですなんかそういう、それでなんかこう、いやもうその時点で、その温泉、いやこの町は温泉なんだっていうか、温泉を取る必要があるんじゃないかっていうようなことを思って、で、今年の1月、6月ですね、2回に分けて約、2週間、3週間、ずつかな、滞在して毎日、いろんな温泉を巡ったっていう感じです。コロナ禍で、本当は1月の後にこう 4月に温泉祭りっていうのがあって、それを取りに来る予定だったんですけども、それが叶わず6月になりました。本当に今こういう状況で、温泉っていうのはその本当にこう、密の極みというかですね、本当に裸で、小さな空間で、の中にいるっていうね、ところだと思うんですけども、やっぱり別府で、別府コロナ禍でも別府はその温泉
泉を閉めるとかいうわけではなく、閉まっていたところもあると思うんですけども、基本的には営業していて、ローカルなところとかは本当に自宅に温泉がないところとかもあったりとかして、ね、だから、そういう意味では本当にこう別府を知るためには温泉を、回らなければいけないんじゃないかというようなことを思って、男女、男湯女湯、関係なくですね、入ってる人たちを訪ねて、交渉して、こういうプロジェクトだと、こういうことをしたいんだということで、女性の方は別府のスタッフの女性の方にお願いして、男性の方は、実際に僕が入って、温泉に一緒に浸かりながら、話をしながら、交渉して、撮影に挑んだっていう中で、実際この作品は2万5000枚ぐらいの写真、からなるものなんですけども、基本的に撮影した全てのカットがこの1枚の中にあると、自分のその記憶を再構築するというような作品になってます。で、一応この場所から、この場所に最初来た時に、さら地で何もなかったんですけど、風景見た時に、どういうプロポーションで撮っていくかっていうような、ことを考えて、ここからも本当にこう、一応この作品を見て、ここからの、ここからホテルからの風景を見た時に、ちょっとこうその作品と風景とつながりを持たすというかですね、関係性にしたいなと思って、このような作品を作りました。はい、今あと時間は大丈夫ですか。はい、そんなところですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、この作品ですね、西野さんの、作品のスタイル、こう写真をコラージュしながら大きな風景画を作っていく、その作品のシリーズではあるんですけども、今までと僕にとって大きく異なるなと思っているのは、外側からこう眺めていくだけではなく、内側に入ってその内側を撮影しながら外側を表現しているというところが、大変ユニークだなと思っているし、大きなこれまでとの違いだと思います。で、改めてこれを見ると別府ってなんかお湯の上に浮かぶ島だなっていうような感じがして、大変素晴らしい作品を作っていただいたと思います。ちなみに僕も映ってますので探してみてください。はい、ありがとうございました。こんにちは、松井平と申します。下からも上からでも、僕は大分とつながりがいろいろとありまして、国東半島という芸術祭っていう、国東半島芸術祭というのに参加させていただいて、その後大分駅の駅前の地下道いろんな個人的なつながりの中で、だんだん、大分のことを、ただ立派なことが本当に、大好きになっていって、なんというか、そういうなんか場所への愛みたいなものが本当に生まれてきて、そういうものが、まずは現れているように、自分は思います。本当に制作中の本当に場の力に助けられなくて、2週間で書かせていただいたわけなんですね。で、自分は基本的にはドローイングということを書くとして制作をしていて、
の書はすごくこの揺らぎが、ね、ものすごく豊かな揺らぎのある場所だと思っていて、それはもちろん一番特徴的なのは湯煙ですよね。まあ、どこに行っても文字がない湯煙とかなんていう、その揺らぎっていうのもあるし、でもまあその見えるものだけじゃなくて地中の水やエネルギーの揺らぎとか、あるいはその人間と自然との関係性の揺らぎとか、あとはまあそういう環境の中で生きている人間の内面の揺らぎみたいなものも含めて、すごく豊かな揺らぎがある場所だなと思っていて、まあ、そういうそのベッドの揺らぎがその、この作品の中で、まあ、そのだんだんとその宇宙の光とつながっていくそのを表現したんですけども、その光の感じが、まあ、シルバーという、銀色ですけど、銀色っていうのは光の、比喩ですね。で、実際は、銀っていうのは、まあ、銀河の銀ってなって、まあ、色というよりは光を反射する、光物ですね。なので、これは、まあ、私たちは光の反射を見ているわけなので、何かそのこう固定されたものを見ているというか、その揺れ動くその光の現象を見ているということも言うんです。なので、この作品が、まあ、ここにずっとあることは、この空間に揺らぎをもたらして、何かで、そこから何か別の時間とか空間につながっていけるような、まあ、そういった作品に、になるといいなということを目指して、まあ、書きました。まあ、本当にね、この素晴らしい場所に作品をまた残すことができて、本当に嬉しく思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらも直接ね、この場所で作品作っていただいたんですけれども、雪降りを思わせたり、こう夜空を思わせたり、なんかいろんなことを感じるなと思っていて、まあ、我々平君が今回3回目なんですけれども、この作品とともに大分市にも中心部にも地下道に先ほどもお話しありましたがアート作品設置しております。もし、そっちに行かれる機会があったらぜひそちらも見てみてください。大変素晴らしい作品です。ありがとうございました。後ろ側から入っていって、まあ、このロングキャノピーと言ってますが、こちらからずっとまっすぐ入っていって、一番最初に見えるのがこの、作品となります。見えますかね。ガラスの作品です。こちら青木美香さんの作品です。で、青木さんはですね、現在このホテルのために新作を作っておりまして、これが来年の3月以降にバージョンアップするということで、今準備を進めております。で、この足元にこう流れる、今日ちょっと水が流れてないんですけども、こちらの温泉がこうずっとこうこの中に入っているとね、いうことで、少し水のこう回路、通路みたいなこともイメージさせながら、まあ、おそらくこれの4倍くらい背が高くなるようなものになると思います。また3月以降バージョンアップしたときにまたご案内させていただきます。そして皆様、次は左手となります。こちら三連の映像の作品、まあ、インスタレーションと言ってもいいかと思いますけれども、こちらを作られた中山明子さんです。中山さん、じゃあこの作品の説明しっかりよろしいでしょうか。よろしくお願いします。こんにちは。お寒い中ありがとうございます。画家の中山明子と申します。これを通すとすごく生命文のような力強いアウトプットになるのですが、やられて話そうと思います。水溜りに入ります。そう、今作り中ということで、私の作品は今回、鹿島というレジデンスで、今年の2月、まあ、コロナがない頃にアーティストインレジデンスで別府に泊まりながら、日々
の枝原という製作をしておりました。その時に、お西坊主地獄に、本当に観光地から生活の空間からあらゆるところを歩き回ったんですが、坊主地獄を本当に最初に会った時にこれは大変なものを目撃してしまったなっていうことがありまして、心に深くこう刺激はあったんですが、例えばその画家が桜だったりとか富士山だったりとかを描けるだろうかっていうようなモチーフがすでに美しいもの、圧倒的に力を持っているものに対して出会った時にさらにそれを描くっていうのには一つ勇気とハードルがあると思うんです。そこで私は一回坊主地獄を描くことを保留にしました。でも、関東に戻って一度、経験を思い起こした時に自分にとっての桜だったり富士山だったりに出会ったのであれば、それに少し挑戦してまたいつものアライブペインティングっていう自分のメインのとても饒舌に、土地に対して会話を語りかけることができるライブパフォーマンスの、色彩豊かな作品ではなくて、もう一度、運命的なマテリアルに出会ったのであればデッサンから始めようということで、鉛筆デッサンを始めるような気持ちでこの3連画に挑みました。で、3連画と言いましても鉛筆に紙で描いているわけではありません。技法としましてはファントムフレックスっていうハイスピードカメラを別府の坊主地獄に持ち込みまして撮影を2日間行いました。この作品が、坊主地獄でよく見られる現象の多くが真ん中の、コンディションになるんですけれども、高熱で、柱が立ち上ってそれがねじれ切れる様が観察できる。で、泥が粘度が高いので球を目指さずに楕円形にこう雫が飛散していく様が見られます。で、坊主地獄の奥の方に気温が低いエリアがありまして、そこはかなり水面が上昇していてシャバシャバした状態でこう水の周りが見えたりですとか、これも私は始まりだなと思って、撮影を決めました。でそのラッキーでもありアクシデントもあり雷雨の時間帯がありまして、で雨は別にとってすごく重要な温泉以前の温泉の卵のような存在が雨水であるので、それを3つ目に据えて雨を観察しました。少し、この中でですね、泥の状態ですとかハイスピードカメラで1秒に2500コマ写真が撮れるカメラですので、それで時間を介入することで時間に触れることをエフレとして、現象を味わっていくような時間を制作の中で過ごしました。少しだけ制作の中で、出てきた詩がありまして、それがカラフルな作品ではなくデッサンをしっかり作ろうという勇気をもらえるような気持ちになった詩ができたので、少しだけ話して終わりにしようと思います。無数の雫は完璧な球を目指し、しかしただ一つとして同じ形になり得ない。子供が描く最初の人の形のような規律で愛おしい丸、一つまた一つ生まれては
例外なく同じスピードで落下する。ゆっくりと見てみれば、落ちているのでも立ち上るでもなく、一つの体が形を変えながら近づいたり離れたりをしているだけ。一瞬の形の微笑み。立ち上がる液体の柱はゆっくりとねじれながら、まるで頬骨のように、喉元のように、骨盤のように、同じように液体の中で生まれたことを根拠に、流線形の私たちの体が形作られる。雨が降る、地下深く染み入る雨水、温められながらまた地表へ、始まりの柱を立てる。以上です。ありがとうございました。今年、先ほどの今話もありましたけれども、コロナ禍に、直前で、別府に滞在していただいて、その中でさまざまな別府のマテリアルを見つけ、作品に、作って、ようやく今回お披露目できて大変嬉しく思います。よくよく見てみるとですね、これ水が、これ雨が落ちてますけども、50年後にこの雨水は温泉となって地表に戻ってきます。で、真ん中の泥も上がってはまた沈みっていうことを繰り返していくんですけども、なのでずっとなんかこのここから温泉になって蒸気になって天に昇っていく、一つなんかサイクルができたなっていうのは大変嬉しくね、と考えています。北東スプリングバーという、交流スペースとなります。夜はこうやって、キャッシュオンで、キャッシュオンですかね、両方ありますね。お酒や、軽い軽食いただいたりするんですけども、今後お昼はこちらのシュークリームを提供するカフェにもなるということで、準備をしております。そのシュークリームはすごい美味しいという評判で、まだ完成してないですかね、今からのようなんですけども、大変僕らも楽しみにしています。で、このバー、ホットスプリングバーを飾る作品、そして、この家具、皆さんが座られているこの家具について紹介させていただきます。まず最初に作品、こちらの別府市生まれ、そして今京都市在住の、アーティスト写真家の草本俊恵さんの作品です。草本さんとはですね、我々も十数年来の付き合いなんですけれども、以前我々が、開催しておりましたけれども、今夜温泉世界という芸術祭のメインビジュアルを、2009、12年、15年と3回とも担当していただいた、方です。じゃあ草本さん前でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。草本です。瞬間というか、
この目の前の風景にあるなんか一種の裂け目みたいなものを撮りたいと思って撮りました。で、私は別府出身で、高校時代まで別府で過ごしたので、まあ、神奈川の近くではなかったんですけども、湯煙が立ち上る風景ですとか、その色鮮やかなお湯とかこういう地表っていうのは不思議だなぁとは思っていたんですけど、なんていうんだろう、まあ慣れているというのか、初めて見てびっくりしたという感じではありませんでした。ただちょっと別府を高校を出た後にしばらく離れて、で帰ってきた時に、なんか知っていて見ていたはずだったんですけど、何か私がこう私の記憶とか私のこう物語とかをなんか拒絶するように存在する、なんかむき出しのこう何かみたいな風景すごい圧倒されました。で、それは何ですね、別に関する何かこう理解で通じる扉みたいなものでもあるかもしれないし、その山井さんと私に最初お話ししはい、ありがとうございました。はい、久本さんは本当にいろんな、今回ですね、京都からたびたび何度もこっちに帰っていただいて、たくさんもう 何千枚くらい写真を撮っていただいてですね、その中から今回色を少し多様性というか、化学反応、この地質、さまざまなことを感じられるものをこの場所に持ってこようと思いました。で、ここが皆さんの交流によってひときわ華やかな楽しい場所にまた生まれていくような、体温が上がっていくような、場になると大変嬉しいなと思っております。そして、こちら皆さん今座られている、家具、そしてですね、皆さんこちらのですね、棚には今後間もなくなんですけども、ショップ の、まあ、スペースがあります。こちらを担当していたグラフの服部さんはいらっしゃいます？はい、いたいた、服部さん、じゃあ、はい、はい、関係もね、途中で出てくるので、まずは何回行きましょうか。そう、ここホットスプリングバーっていう名前自体もちょっと可愛らしくて、計画を練っている最中の妄想がめちゃくちゃ湧いてたんですけども、例えばここで飲む、酒なんかもなんか温泉の香りするんだなって感じで、まあ、ホットスプリングバーっていうところから、名前が先に、社長とか、このチームメンバーがこう名前が先に決まって、そこから空間の構成みたいな話になっていったんですけども、で、まあ、こうやって交流を持てる場所っていうのが各所に、ございます。テラスも他のホテルと比べてもかなりテラスのエリアが多いと思うんですが、ここが多分一番こう密接に皆さん、多分新しい方たち同士が接触するような場所になると思います。で、まあ、そんな場所で立って飲むスタイルであったりとか、居心地のいい時間をどういうふうに提供するかということで、スタンディングと、で、これ背もたれ向き同士で座るようなソファーなんですけども、まあ、3、4人ぐらいが座った時に座っていただけるような環境作りをしておるということで、作りました。で、あとそれと、その、瀬戸内側、海側に向かって座るエリアですけども、まあ、ここでもやはり長期滞在ということだったので、少しこうワークみたいなこともやれる環境を、こちらにも設定しようということで、で、あと先ほど別プロジェクトの方たちと一緒に作るショップです。
で、まあ、ここがこのエリア自体がですね、まあ、ちょっとに、展開されることになりますので、まあ、ベプロもやっぱりこの地で、いろいろ集めてきた面白い、産品であるとか、そういったものがここでも展開されます。であとは、コレクトロニカの、方たちだったり、アーティストの方たちの、作品集だったりというのもここで販売されるようになります。その辺の構成とレイアウト等々を、考えておりましたが、まだ家具が出来上がっておりません。ですので、次回来られた際にはこちらの方にもお越しいただければと思っております。ありがとうございます。今すぐね、階段のような作品がありますけれども、この作品を作っていただいたのが、大分県竹田市を拠点に、活動しているオレクトロニカのお二人です。加藤さんと児玉さんというこの二人からなる、このアーティストユニット、現在では、作品制作だけではなくて竹田市でも、アートプロジェクトを展開したりとかですね、いろんなその地域に関する取り組みを進めている方々です。でオレクトロニカの作品ここだけではなくて館内いろんなところにあります。お部屋にもあったりとか、あとは、エレベーターホールとか、ぜひねそちらの方も探してみてください。じゃあ今日オレクトロニカの児玉くん加藤くんいらっしゃってるのでよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。オレクトロニカの児玉と加藤です。2人でユニットとしてやってるんですけど、まあ喋り出すと本当に支離滅裂でちょっと収拾がつかなくなることは、山や大体そうなんですけども、これはこの作品はですね、まあ、階段みたいなやつなんですけど、僕ら人型のオブジェを作ることが多くてですね、であのオブジェが大牧さんの作品を見たり風景を見たり、今この建築自体を見ているというような、構成になっておりまして、いっぱい作品を置かせてもらってるんですけど、まあ、これは一つで、この僕らはどちらかというと、まあ、2つの方向性があってですね、まあ、ここをから外に出る方向性と、もう一個僕ら中にギュッと入るような方向性で考えたものが こういう作品とかで、なのでこの建築を見るとか感じるとかそういう、まあ、装置としての作品の種類で、あとはエレベーターホールとかいろんなところにあるんですけど、最初に今旅というコンセプトもちょっといただいたこともあって、旅って何だろうって2人でこういろいろ話してて、旅とか言ってたら旅って何だっけみたいになっちゃって、でまあその一回別府に2人で行ってみようということで、まあフィールドワークしてですね、やっぱなんかこう2人の共通のキーワードとして石っていうのが出てきてですね、その石を巡る旅はどうしたら叶うかなと思って、海の巣ですね、三角巣というか巣にまず行こうと言って、海に流れ着くところ、そこに行って、そこから、2人で、ガンガン上に登っていこうという、旅を始めて、それで、まあ、ところどころで石拾ったり、温泉にの絵にどんどん打たれて発火した木を拾ったりとかですね、まあ、そういうものを拾っていったりして、あとは、硫黄で剥がれていった鉄のかけらとかですね、そういうのを拾っていって、まあ、作品に、使っていったというような感覚です。どうぞ。まあ、お互いちょっとあんま話すの苦手なんで、変わったところでっていうところあるんですけど、まあ、大きくなんか言うと、本当、まあ、旅なんですけど、僕ら、まあ、大分だし、僕はもともと大分だし、別に親戚、お互い親戚いるし、なんか
別府って特別じゃないとこなんですよ。で温泉も別に特別じゃないし、なんか湯煙もよく見てるし、そんな中で自分たちがなんかもう一回別府をなんか捉え直すとか作品するにはどうしたらいいんだろうっていうので、まあ、一度やっぱ旅したりとかしたんですけど、まあ、なかなかそれは難しくて、やっぱそういうなんかで結局なんか作品を作ることがなんかだんだんそれがなんか別府を自分たちが体感するようななんか手段になってきて、作品自体にすごい、まあ、これ普段のことなんですけど、コンセプトをものすごく設けてるとかじゃなくて、これはここにあった時にやっぱ誰かがこう感じて自分のものに何かしらこうしてもらうとかですね、風景と合わせて見てもらうとか、建築と見て何かを感じてもらうとかっていうようなものにはなっていて、なんか作品を作りながら僕らは旅をした、それを皆さんに見ていただいて、でタイトルはもう一つの風景ということなんですけど、やっぱこう外に向きながらやっぱ自分に最終的には向かっていくような行為が旅だなっていうのを、で皆さん別府に来られて、でもちろん美味しいものとかいい風景を見たりとか、まあ、楽しいこう出来事っていっぱいあると思うんですけど、やっぱ最終的にはそれは自分にこう何かしらリンクしたりとか帰って持ち帰ったりとか、なんかそういう、内向きの旅っていう形で僕らは自分たちの旅を作品を通して作ったっていう、そういうもの であちらこちらあるんで、まず館内を回ってもらってそれを、一歩踏み出すっていうとこからなんか体験してもらえたらなっていうふうに思っています。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、今からですねまた館内巡るときに途中途中で出てきますので、そちら僕からも紹介します。じゃあお呼びのお二人ありがとうございました。ガレリア御堂原、平均価格が4万円です。3万5000円とあと上が4万5000円があります。さらにスイートは10万円なんですけども、スイートはメゾネットになってます。まあ、2階建てですね。でこれはルームチャージですから1人当たり3万5000円とか10万円ではなくて1部屋当たりです。なのでベッドがここは4つありまして、おそらく6人くらいは泊まれるから、10万円を6人で割ったら意外にそんな高くない。どうでしょう皆さん。でこちらにはですね3組のアーティストの作品があります。すべての客室を、客室には、壁紙をアーティストに作ってもらった、アーティストに絵を描いてもらってそれを壁紙として、おります。それを担当しているのが、目アーティストグループの目と、泉稲さんです。スイートにはこの泉稲さんと目の作品が両方ともあります。そちらを皆さん今からご覧いただきます。でさらにはスイートには、まあ、特別にネルホルの、作品を2点ずつ、スイートは2人埋まりますけれども、2点ずつ設置しております。今日その中の一室417号室をご紹介させていただきます。今皆さんに配布しているのは泉稲さんの、まあ、今回のコメントということなので、まあ、簡単にちょっと泉稲さん、こっちにいらっしゃいますので紹介します。泉稲さんです。よろしくお願いします。でコメントに関してはですねテキストをぜひ、読んでいただければと思います。でちょっと中に入ると狭いのでちょっと話しにくいかと思うので、ここでネルホルのお二人こっち来てもらっていいですか。これを紹介します。はい、はい、ネルホルのお二人です。はい、よろしくお願いします。じゃあ今回の作品について、はい、ここでなんですか。そうよ、地域の人に聞こえるように。はい、ネルホルの飯田と申します。で、もう一人ネルホルの田中、二人でネルホルというアーティストデュオをしております。僕らの作品の説明を簡単にしますと、写真を使った
半立体というか彫刻的な作品を作っていまして、まあ、動画とか時間軸を持ったあの写真を時系列にこうスタッキングしていったものを、まあ、彫刻の素材として扱っていて、それを、カッターやグラインダーなどで彫って、時間を一つの画面にまとめるというような手法で作品を作っています。で、後でご覧になっていただければ、なんかずれてたりブレてたりするっていうのは、写真が持っている動画的な構造が一つの画面の中に入っているというふうに見ていただければ少し分かりやすいかなと思います。で、僕らと別府の関係は、2018年に鹿島という企画でここに1ヶ月滞在させてもらって、その時に、本当に別のいろいろなところを神話から温泉のことからいろんなことをリサーチさせてもらった中で、当時僕らがリゼンさせていただいた鬼塚電機さんの保養所の青磯っていうところで、1ヶ月寝泊まりしつつ、その後、まあ、その場で、展示をするという企画をさせていただいたんですけれども、まあ、その時に本当に地元の方とかいろんな人に声をかけたり、まあ、突撃でお話を聞いたりとかしていきながら、本当にたくさんの知り合いと、まあ、僕の中では、まあ、第3のふるさとぐらいな勢いになってしまっていて、まあ、今日もここに来るよっていう話をしたらですね、竹細工の、やっています足立千恵さんっていう方がいてですね、この方がぜひ会いたいって言って来たいって言ってたんですけど、今日入れないからって言ってぜひ開館したら泊まりに来てくださいねみたいなことを言って、ちょっと軽い話をしたりとか、まあ、有名な山本さんとかもなんかいつ来るんだみたいな話をしてくれたりとか、本当に温かく僕たちをいつも迎えてくれる別府だなと思ってます。で、作品についてなんですけれども、その時リサーチした、森林の、作品、森の作品と、あとは湯煙と、の作品っていうのを今回展示しております。で、その作品についてちょっと田中の方から、どうですか、どういう感じがいいですか。いや、その作品についてはもう特別っていう感じではないんですけど、普段僕ら作品制作するときに選ぶ被写体っていうのは、大体その本当にこう日常に見た何気ない物事だったりとか、まあ、あるいはこうちょっと気になったも違和感を感じるようなものを、まあ、より深く興味深く見ていくことからスタートしていくんですけども、大概そのこう普段見れるような物事が、まあ、存在って当たり前ではあるんですけど、まあ深く検証していくと、ほとんどその存在ってそこにいること自体がもう奇跡に近いようなことが詰まってたりするんですよね。あるいは偶然と必然がこう交互に重なり合ったからこそそこに存在していることっていうのがほとんどで、そういう壮大な物語の中から、まあ、自分が今の時点で現代において気になっている物事と、まあ、接続した時に作品化していくことが多いんです。で、別府に関して言うと、まあ、その1ヶ月滞在させていただく中で、なんというかもう気になることばっかりなんですよね。で、その気になる物事の一番その土台になっているのはやっぱり大地だし熱だしっていう話にはなっていっちゃうんですけども、まあ、そこはもう皆さん他の作家の方々も皆さん多分共通して感じられたところかなっていう気はしているんですが、それに加えて、まあ、それをベースにした、まあ、そこに住んでいる住まう人々のなんというか物語というか、皆さんが持っている逸話がめちゃめちゃ面白くて、まあ、正直本当かどうかはちょっと怪しいんですけど、まあ、そのお話を聞いている中で、まあ、どこどこに何々があるよって言われたら、じゃあ僕はちょっと行ってきますっていう感じで1ヶ月間ずっとこう皆さんに踊らされていろんな物事を見ていく中で、素晴らしいその、まあ、世界というか発見が
たくさんこう感じることができたんですね。でその中の、まあ、十数点を2018年に展示させていただいたんです。で残念ながらその時にあの作品まで持っていけなかったもの、作品ができなかったものを、まあ、また改めてあの検証していく中で今回このアレリアに展示、ミドルに展示させていただいたというような経緯でやらせていただきました。なのでぜひ皆さんあのこの作品も、ね、気になっていただいた暁にはその時に作ったあのカタログも多分どこかに置いてあるはずなのであの見ていただけたら嬉しく思います。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ今からですねお部屋入っていただきますが、まずこの上層階が寝室となります。ベッドルーム2つあります。そしてそこから下に降りていただいて、その下に、リビングがありますのでぜひ見てください。じゃあよろしくお願いします。すごいですね。目の作品はこの作品と、あともう一つ、スイートがあるんですけど、それはやっぱりもちろん違う作品になりますね。ただ基本的にテーマが、同一で、まあ、森と水っていうことをテーマにしてるんですよ。あれは循環的なで、そういうテーマで今回も作ってますね。右はあれは実はあの自然林なんですけど、あの 国定公園、あれ国立公園でしたっけ、国立公園、国立公園、別の中のある国立公園なんですけど、その場所とあと湯気を写真にしてます。あのビーコンプラザとかのところですか。ビーコンプラザのあるところの公園じゃない。いやなくてもっとあの山の中の方、奥の方なんですよね。あれは2016年に我々主催したインベップというあの大型の個展の取り組みがあるんですけども、その個展メインベップという取り組みの時に作ってもらったドローイングをもとに今回このホテルのために新作を作っていただいたものになります。テラスも
いいですね。はい、ぜひ皆さんあのこちらご利用ください、はい、こちらの家具もグラフさんセレクションセレクションじゃなくて、これ九州の会社なんですけども、なんかあの記事の選定とか、プロポーションの選定とか、なんかそういうのをやってます。アドバイスなどを行っているという形になります。はい、じゃあ見られたらですね、今度これ、お部屋を出て左手にお回りください。なかなかない。ルームタイプとなります。基本的には、まあ、ここはダブルですけども、ツインのお部屋とダブルのお部屋、フォーベッドルームが、シートですけども、そうなっております。で、こちらもやはりテラスがありましてですね、お風呂が、お部屋にあります。もちろん源泉かけ流し、オーガニックなお湯でございます。はい、はい、オーガニックなお部屋です。で、こちらにですね、あの今後、アーティストの作品が完成しましたので、それも写真を撮影し、そしてそれぞれのアーティストが今回の作品の、まあ、コンセプトとか、どういう形でこの作品が生まれてきたかということを、語っていく、まあ、語っていくそのカタログまではいかないんですけども、ブックレットを今作っております。で、それをこのお部屋でゆっくり見ることができますし、あの一般のお客様が資格伴えない一般のお客様に関しては販売をしていきますけれども、ご宿泊された方には、差し上げられるということになっております。こちら泉音さんの作品が、壁紙になっておりますけれども、ありまして、入り口にはね、エレクトロニカの作品がありました。途中こう入ってきたところにも少し、ちょっとこう箱の中の、ね、作品などもありました。そちらも見ながらもう一度戻って、今度は最後のスペースお食事棟に向かいます。こちら見られたら順次出ていただいて右に曲がっていきましょう。で、その素材を生かすこの場所を3名のアーティストを今作品設置していただいております。まず1つ目、オレクトロニカの、ね、作品、まあ、道中いろんな作品がありましたけれども、オレクトロニカこの、3階のこのフロアを歩いてきてこのレストランに、到達する、ある意味その通路を歩きながらその出会いを予感させるような作品を、窓辺に設置しております。そして皆さんの入り口封書室にも作品がありましたけれども、さらにはこちらにも、作品がございます。鉛筆で描かれた、この場所をの特徴を表現していく、作品、入り口は、別府の湧水、お水が湧いている姿、浅見という場所の湧水なんですけども、その絵であったりとか、こちらは、年輪ですね、千段と呼ばれる、こちらで使っているこの木、
なんですけども、この戦乱の年輪をイメージした作品、そして2階にも落ち葉とさらには地層ですね、このすぐあの下にですね、堀田断層という断層がありまして、そこをスケッチしたもの、さらには、浜明という場所で採れた石を描いているもの、この地域の素材を絵に描いてくれた、勝正光さんです。よろしくお願いします。勝です。よろしくお願いします。僕は鉛筆素描を手段にして、町や人を絵にしている作家です。僕は12年前に2009年今夜この全世界というプロジェクトが事務局で、展開した芸術祭を機に初めて別府に来たんですけど、ちょっともう東京に帰りたくなくなってしまって、それからずっと清島アパートという作家が住める住んで活動できるアパートを拠点にして、ずっと別府で活動してきました。で、まあなんでそんなに、まあ、まだ全然飽きてこないっていうか、いればいるほど、まあ今日いろんな作家の方が伝えてくださったように、別府はまだまだ面白いものがいっぱいあり、12年住んでまだ飽きないみたいな、なんでかなと思うんですけど、まあ今日この短い時間で短く伝えるどうしようかなと思って考えてたんですけど、まあなんか普通じゃありえない、よそじゃありえないような風景とか状況とか、まあ、世界第2位のお湯が湧く量を毎分8万リットル湧いてて、その地域の人が毎日の風呂で使ってるお風呂に観光客も一緒に入るとか、なんかこういろんな種類の許容範囲っていうか あるなと思って、すごい居心地がいいなと思ってずっといてるんですけど、でももっとすごいのはそれが、まあ、地元の人は当たり前やって言うんですよね。とありえないような状況だとは思うんですけど、住んで地元の人に言われたのが、勝君よそじゃ現世勝手流しっちゅうやなって言われて、そんな当たり前やんって言われて、ね、いや当たり前じゃないか、ないんですよねって、それは当たり前じゃないですけど、まあなんかそういうそのなんていうんですかね、その許容してくれる範囲の広さっていうか、なんていうか、なんか一人の人が特別コミュニケーション能力が高いっていうわけじゃなくて、その全員何らかの技術を他のよそにない技術を持っているみたいな、それをなんかぜひともちょっと体感して、住んで体感したいみたいな気持ちがあって、ずっといます。で、ちょっと長くなっちゃいそうなんで作品の説明したいんですけど、5つ、鉛筆素描を飾らせていただいていて、この場所から、全部特定のもの、モチーフを描いていて、でこの場所に近い順に海の方に向かって、順番に説明していきたいなと思うんですけど、まずは、まあ、先ほど山根さんに言っていただいたここの建材に使われている先端の木の年輪の素描、と次に順番でいくと、中島町っていうあたりで、今ちょうど中学校が統合されて新設されてるんですけど、その工事現場から別府石っていう石が出てきたんですけど、その石を描いてます。別府石っていうのは別府の火山活動、別府の温泉の由来でもある火山活動で、安山岩がすごく大切にされてて、もう本当スコップで掘ってもすぐ石が出てくるような状態なんですけど、本当にいっぱい無数に別府の地中には待っていて、そのうちの、まあ、工事現場から出てきた絵だとちょっとスケールが分かんない感じなんですけど、実物は本当に両手でようやく抱えられるかぐらいのものを描いてます。で、次に順番でいくと浅見神社の湧き水である万太郎清水、万太郎清水は、まあ、なんかその昔その不治の病を患った父親が長男のである万太郎が汲んできた、湯水を飲んだら完治したと、その伝説をもとに名付けられた湯水で、今も神社の手水でもその湯水で手を洗うことができたりします。で、次に順番でいくと4つ目の、高知渓谷って言われる、渓谷があるんですけど、そこで見られる約、60万年前の地層
がまだ今でも見られる場所があって、本当に中心地から別府の中心街から自転車で10分も行けば見れる場所にそんなところがあるんですね。でそこで見てきた地層を測量しています。で最後に葉っぱなんですけど、葉っぱは高崎山っていう、まあ、一番なんこう掘れたから、まあ、断層を連なりでいくと海に沈むところの山の頂上の、別府から見える側面にある葉っぱを取ってきました。なので何ていうか、まあいろんな山上さんから今回5つのお題をいただいて、全て鉛筆に向き合った結果的に何ていうか特定のものを書いてるんですけど、今もそこに行けば無数にあるものを書くことになったと思ってます。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ハツくんね、もう12年前から別府に住んで、いろんな別府のことを、体験していきながら今回素材に書いていただいたっていうのは僕にとってもすごい大きな意味を持っています。今日最後のね、最後の作品となります。この作品、今から紹介するアーティストは島本道弘さんです。今回このプロジェクトの中で、まあ、最後誰にこれをお願いしようかと思った時に、やはりこれを締めていただける方、大変僕がもう25年くらいですかね、お付き合いがあって、すごく尊敬するアーティスト、もう過去何度もお仕事させていただいてるんですけども、今回島口さんにお願いすることにしました。で島口さんは、神戸生まれ、今沖縄に住まれていて、世界中を旅しながら作品を作られる、まあ、世界中引っ張りだこのアーティストなんですけども、実は来年の3月の中旬に国東市で3つのエリアで、島吹さんのコミッションワーク、高級設置の作品が上がります。島吹さんの作品はコレクターや美術館にたくさんいろんな人に買われてはいるんですけども、こういうコミッション高級設置の作品というのは珍しいと思います。かなり大掛かりな、プロジェクト国東市で仕掛けております。でその国東のプロジェクトと高級設置の作品とある種こう関係性を作っていく作品が何かできないかなという話で島吹さんといろいろお話をしてきました。で彼が最終的にこの場所であればもうこういう考え方しかないんじゃないかということで、作ってくれた作品を島吹さんに紹介していただきます。島吹さんよろしくお願いします。多分そっちにいたら見えないと思います。こちらにいらしてください。こんにちは、島福です。作品のタイトルは岩尾です。岩尾多分男で、年は5万歳ぐらい、もしかしたら50万歳かもしれない。でさっき下でね、50万年前の地層とか言ってたけど、生まれたのはそこなんですよね。そこの駐車場を掘って、本当にここの土地から出てきた石で、この間たまたま聞いた話によると、これそこの駐車場の5メートルぐらいの深さから出てきたんですけど、1メートルで大体1万年ぐらいらしいです。で10万年やったかも分からない、僕のどっちか分かんないです、覚えてないですけど、まあとにかくだから5メートルから出てきたってことは5万年前とか50年万年前にからやってきた地元の石で、まあねえ、いや今自分の作品っていうのはだからその土地とどういう関係が作れるかっていうことをずっと25年間ぐらいやってきてると思うんですけど、まあまさにね、この土地と一緒にご飯食べれるスペースを作ろうと、土地の一部ですからね、もうここの土地と新しい関わり方を提案できないかなと思いました。うん、まあ、僕も年間いろんなところ行って、大体1年間に
100回ぐらいホテル泊まることあるんですけど、もう50歳になると何も覚えてない。もうずっと旅行しても覚えてないですね。だからなんか今回自分がここのホテルに関わることによって、なんか忘れられない体験ができるホテルになればいいなと思ったんですけど、今日山出君とか服部さんとか言うこと聞いてたら、大体似たようなこと考えてたんだと思って、まあ、大体50歳ぐらいのおっさんになるとそういうようなこと考えるねえ、なんか説とかね、なんかその忘れられないなんか関係とか、あんなその先生がその説明はほとんど受けたかもわかんないけど聞き流して自分で作品作ったんだけど、今日聞いたら結構ハマってんなと思って、今日下のシェフの人もね、地元の素材をなるべくあの手振れずみたいな、まさにこの感じにしてちょっとハマりすぎたなと思ってるぐらいなんですけど、まあ岩尾です。まあいいのは朝一人で泊まってる人とかがこう椅子一つにしてもらって向き合ってコーヒーとか飲むのいいんじゃないかなと思ったり、うん、まあ僕もこんなホテルに作品入れることになると思わなかったんですけど、まあ思ってなかったというより、まあそういうのはもう大巻き込むみたいな人に任すときはいいなと思ってたんだけど、まあそういうわけにもいかないなと、ちょっと僕も新しい自分に出会いたいというか、ちょっとこういうことやってみちゃおうかなみたいなもうね死ぬかもしれんしと思って、もう人生も下り坂やからと思って今回ちょっとやってみましたでこんなんなりましたっていう感じ。はい、ありがとうございました。はい、天才ですよね、島崎さんね、すごいよね。あ、でも、はい、これの兄弟同じ時に出てきてどっちにしようかなって迷った日があるんですけど、それは今度の国先の作品に行ってもらうことにします。だから一応兄弟が、兄弟分は国先半島で。はい、ありがとうございます。国先のプロジェクト、かなり大掛かりな本当にプロジェクトで、3つのエリアでやっておりますので、そちらも楽しんでください。はい、皆さん長時間お付き合いいただきありがとうございました。以上にてツアーは終了するんですけれども、1階で、まあ、簡単な軽食お茶を用意しております。ただアーティストの方は、エントランスに行っていただいて、そちらで記念撮影をしますので、ぜひご協力お願いします。本日は大変、お忙しい中お集めいただきましてありがとうございました。いかがだったでしょうか。ぜひ多くの発信を皆さんにしていただければ大変ありがたいと思います。どうもありがとうございました。